バスナ、どうしたんだそんなに慌てて。大変だよ。ねえ、さっき10個目の絆の溶卵をセットしたんだよね。そうだけど、何かやばかったのか？違うの。ついさっき、この手記が光ったかと思うと、新しい一文が刻まれていたの。これを見て。なんだって？絆の溶卵をすべて収めし後、今一度、儀式の前、二人で挑め。叱るのち、最も思いを交わした二人で、式句を述べよ、って。本当だ。まるで新しい本みたいに文字が浮かび上がってる。ねえ、儀式の間では何かあったの？いや、何も。最初にアスナと挑んだ時と同じ状況だった。つまり、誰か一人を選んで、最後にもう一度儀式の間で式句を言わなきゃいけないのか。どうするの、キリト君？ここでやめるわけにはいかないし、もう一度誰かと一緒にダンジョン行くしかなさそうだな。わかったわ。キリト君とダンジョンに行ったみんなにも私から話しておくよ。助かるよ、アスナ。最後の儀式か。儀式をするだけで済めばいいけど。あれはベクタの影帽子。おそらくこの迷宮自体がベクタ神が倒されると発動するクエストなんだろう。そしてラスの想定ではベクタ神が倒された後も実験が続けられるようにこの試練を用意したのかもしれないな。やっぱり戦うしかなさそうだね。行くぞアスナ。任せて。もう無理みたい。ここで決める。またもう一度この衣装に着替えるとはな。装置が光ってるな。ここで式句を読み上げるのか。キリト君。アスナ。ああ、そうか。アスナも着替えるんだったな。もう一度、キリト君の前で着れるなんて嬉しいな。そっか。それで最後の式句を読み上げる必要があるんだよな。そうだよ。私、手記を持ってきたから、これを一緒に読み上げようよ。じゃあ、また私から式句を読み上げるから、キリト君、後に続いてね。わかった。頼むよ。今、私は彼、キリト君と共に苦難を乗り越え、ここまでたどり着けました。次はキリト君の番。名前のところは言い換えてね。ああ、今、俺は彼女、アスナと共に苦難を乗り越えて、ここまでたどり着けました。私は今後、辛い時も、穏やかな時も、生涯、キリト君と共に支え合っていきます。俺は今後、辛い時も穏やかな時も、生涯
アスナと共に支え合っていきます。いつかこの荒れた大地に緑が芽吹くその日まで。いつかこの荒れた大地に緑が芽吹くその日まで。10組の中から代表して私アスナが、10組の中から代表して俺キリトが、最後は2人で同時に誓いますって。誓います。この衣装俺のものになったのか。やっぱりその服似合ってるね、キリト君。ありがとう、アスナ。照れるけどな。これで本当に終わりかな。うん、本当にお疲れ様でした、キリト君。アスナの方こそお疲れ様。これでこの世界が変わっていくんだね。そうだな、きっと。いや、間違いなく。うん。二人で儀式をやり遂げて数日後、ダークテリトリーの各地で草原や泉が生まれたといった報告が複数上がってきた。最後の儀式を終えたことで、どうやら大量のリソースがダークテリトリーの大地へと還元されたんだろう。これでさらに多くの緑や自然が芽吹けば、きっと争い事も少なくなる。そう願っている。